小畜大谷図書館が入居する銀座小畜スクエア小畜大谷図書館は東京都中央区築地に所在する私立図書館である。演劇と映画に特化した専門図書館であり、同盟の公益財団法人小畜大谷図書館が管理、運営を行っている。利用状況は2013年度における閲覧者数が3035人で、 閲覧資料点数が3万1683点である。1955年11月3日、小畜の共同設立者である大谷武次郎は文化勲章受章の栄えに良くした。これは一個人でなく演劇、映画界を代表して授かったものと考えた大谷は受章により支給される年金の嫉妬として収集していた資料の公開に思い至る。各して演劇、 映画専門図書館設立のため、1956年12月に財団法人小築大谷図書館が設立され、準備期間を経て1958年7月に小築会館9階に図書館が開館した。当初の所蔵資料点数は約8万点であったが、2年後の1959年10月には約10万点まで増加した。 開館当時は演劇等の専門文化施設は珍しく、他には、早稲田大学坪内博士記念演劇博物館が存在する程度であった。また大谷は、その遺言状の中で図書館の運営継続を命じたとされている。下記に関する書籍、雑誌、スチル写真、台本、プログラム等を所蔵している。 2014年3月末の所蔵資料点数は446,317点である。所蔵資料はすべて閉鎖式で、図書館内での閲覧のみ可能。館外への貸し出しは行わない。閲覧室の座席数は14。平日、10時から17時。土曜日曜、祝祭日及び年末年始、毎月最終木曜日。 小竹本社の春緑を挟んだ向かい側に立つ銀座小竹スクエアの3階に位置する。歌舞伎座や中央区役所にほど近い。ありがとうございます。